オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは、懐かしい葬儀。葬儀は形式がはっきりと決まっているので、よく形骸化されているという批判を耳にします。しかし個々に見てみると、そこには様々なドラマが隠されています。今回からのシリーズは、積成株式会社が行った葬儀の体験談募集の中から、懐かしい葬儀の思い出を抜粋して取り上げてみます。本日お届けしますのは、北海道の男性の方からです。原野の葬送。過疎の部落では火葬場すらない。そうしたところでは原野がダビの場所となった。そんな地に赴任した先生の体験談である。時々下から吹き上がってくる皆無の冷たさに身震いしながら、私は棺桶の焼けて弾ける音におののいていた。棺を囲んだ薪は衰えも見せず音を立て炎を散らしている。始まってから1時間にもなろうとするのに、交代の者は姿を見せない。校長と私は炎を見つめながら、ただ苦い酒を煽った。中略。学校を出て赴任したのが、道東の陸の孤島とも言うべき、漁村の一部落の小学校だった。個数21、全校生も21、教員は私と校長のみ。死んだ杉谷春子は5年生だったが、幼児から結核に蝕まれ、床に寝たきり。私は一度、痩せた小さな体を見舞っただけの担任に終わった。その春子が治療も施されないまま、5月の半ば死を迎えた。火葬場などなかった。部落から2キロ離れた原野がダビの場であった。そこまで交代で棺を担いだが重かった。そして、まず先生方に行って、私たちが夕暮れの原野にポツンとダビの番をさせられた。他の者は500離れた家に寄っていて、3、40分ごとに交代し合うことになっていた。中略。晩7時を過ぎて、私は身内の者と彼女の骨を拾った。不幸な少女が寂しい原野の土に帰るのを、胸を痛みが走るほど悲しみながら。昭和32年、私が22歳の時であった。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には、葬にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見、ご感想は住所、氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、info@nara.fm、ファックスは074224-8422、074224-8422。郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の新野町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは074224-8415、074224-8415、奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン
FM しきたりアカデミー。この時間は家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。